イギリスの女優。BBC のクライムサスペンスドラマ、サイレント・ウィットネスのニッキー・アレキサンダー役で有名。ロンドン出身。父親は俳優のエドワード・フォックス。母親は女優のジョアンナ・デビッド。オックスフォード大学で英文学を学んだ。主にテレビドラマで活躍している。フォックスは母語である英語の他にドイツ語とフランス語も堪能。 また、映画、フローズンタイムの中でスペイン語も披露していて語学に長けている。チェロとピアノを弾くことができる。2001年に、禁酒。2002年に禁煙した。2005年に、俳優のジャレッド・ハリスと結婚。2008年に別居し、2009年1月、離婚申請。結婚してから遠距離での生活が続いたことと2007年に、流産したことから、 お互いの気持ちが離れていったと思われる。ハリスとの離婚が成立したのは2010年6月。ハリスとの離婚申請をしてから、俳優であり映画監督でもある、ジェレミー・ギリーと付き合うようになり、離婚が成立する前の2010年5月に、ギリーとの間に、子供ができたことが分かった。2010年11月に二人の子供が誕生。その女の子は、ローズと名付けられた。 ジェレミー・ギリーとは2011年に分かれている。ファミリー・デテクティブ・テレグラフ・ハット・ THECURIOUSBENJAMINBUTTONDIVORCETMZ.com ジャニ u リー、e、13 2009ウォーカーティム・アクトレスエミリア・フォックス・テイクス・ハーブツワークロンドン the telegraph,http www.telegraph,co, UK, ニュースセレブリタニュース840万4769、アクトレスエミリア・フォックス・テイクス・ハーカブ・ツー、ワーク、html2011 年9月10日閲覧。K, リチャードフォックス・ブラッシーズアップ・オン・ビーイング・アローン・アゲイン。 デイリーメール、http コロンスラッシュスラッシュ www.dailymail.co.uk スラッシュニューススラッシュ ARTICLE-2084989 スラッシュ FOX-BRUSHES-AGAIN.html2012 年9月18日閲覧。ありがとうございます。